日本千葉県船橋市、渡津見渡津見は千葉県船橋市の地名。現行行政地名は渡津見1丁目から渡津見6丁目。郵便番号273-0021。西で西船、北で山手、北東で北本町、東で本町、南東南本町、南東から南にかけて海人町。 南から南西にかけて海人町を東、南西で海人町にし、山の町と隣接する。大部分は住宅地として利用されるが、南東部は船橋駅に近いことから商業地として利用される。また、交通の便に優れており、渡積駅、東海上駅といった二つの駅がある。さらに南東部は前述した通り、船橋駅に近く、北部は新船橋駅に近い。 道路は南部を国道14号が横断している近隣には、海人町、海人町西、海人町東、海人町南、南渡積といった渡積の付く地名が数多く存在する。住宅地の地価は2014年1月1日の工事地価によれば、渡積3から23から35の地点で20万9千円平方メートルとなっている。もともとは、 渡墨と西渡墨に分かれていた。渡墨は船橋渡墨と呼ばれ、成田街道船橋塾の一員であった。西渡墨は行徳渡墨と呼ばれ、山の院内島と共に栗原八家村の一つであった。日本穂高が当地へ、続と平定に来た時、海上に光り輝く船があり、近づくと柱に心境がかかっていた。 それを浜に持ち帰り祀った場所であることが由来という伝説が有名である。入日神社、竜神社の参道が海から続いており、両者もしくはどちらか一社が海を越えてやってくる漂着神より起源であるとされる。1960年代半ばに従来の海神町東、西、北角一丁目2から5丁目の一部地域を対象に住居表示が実施され、 1966年6月1日付で、渡墨2から6丁目。1967年6月1日付で、渡墨1丁目が設定された。2017年11月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる AB、船橋市町長別人口。船橋市。 2017年11月30日閲覧。郵便番号。日本郵便。2017年11月30日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2017年11月30日閲覧。国土交通省地下工事。都道府県地下調査。船橋施行法。第201号4月25日発行 P3。および。 第214号3月25日発行 P3 船橋市中央図書館ほか書像小中学校通学区域表船橋市2017年11月30日閲覧ありがとうございます